ナンバー・アンダーライン愛の音楽はなぜ中毒性が高い天才プロデューサーの制作秘密に迫る。ナンバー・アンダーライン愛、INZM はどうやって生まれたモンジョエが語る制作過程と音作りのこだわり。ナンバー・アンダーライン愛の音楽の世界、モンジョエが語る制作の裏側と新たな視点。一瞬で引き込まれる、音の魔術。ナンバー・アンダーライン愛という名前を聞いて、 あなたは何を思い浮かべますかもしかしたら、その名前を知らなかったとしても、彼らの楽曲がどこかで耳に残っているかもしれません。なぜなら、その音楽は一度聴いたら忘れられない、独自の世界観を持っているからです。その楽曲制作の背後には、一人の才能をあふれるプロデューサー、モンジョエがいます。彼はどうやってこの独特のスタイルを生み出したのでしょうか今日は、 その謎に迫ってみたいと思います。変化の起点となった出会いと影響。モンジョエが音楽に深く関わるようになったきっかけは、意外にも幼少期の友人関係にありました。高玉社中学校で出会ったラッパータイタンとの関係は、彼の音楽的ルーツを語る上で欠かせません。タイタンとの出会いをきっかけに、彼はバンド活動を始め、その後脱というバンドを結成。モンジョエは、 自分の音楽スタイルを模索しながらも多くの影響を受けてきました。これが彼の後の多彩な音楽性の基盤を作ったのです。皆さん、こんにちは。ラッパーのタイタンと、物の哀れの玉木集慶です。前回のノートを聞いてくれましたかナンバーアンダーラインアイのプロデューサー、モンジョエとの思い出話、想像以上の反響でしたね。全文書き起こしまで登場するとは、 さすが貪欲にバズを狙う TBS ラジオ公式。と、タイタンは興奮気味でしたが、ちょっと恥ずかしかったのも事実です。笑い。あの、すすすッとおばあちゃんが現れたくだりまで文字になるなんて。ともあれ、そんな熱い反響を呼んだモンジョエ君を、なんと今回はゲストに迎えてしまいました。実家とウイーレの話なら、という条件付きではありましたが、笑い、快く引き受けてくれたモンジョエ君。 実は彼、僕たちの中高台の同級生なんです。そう、あの目黒区にある、いや、モンジョエの場合は品川区か、高玉社中学での出会いからはや10年以上。音楽しかねえとばかりに、お互い違う道を歩みながらも音楽活動を続けてきた僕たち。モンジョエは大学時代に結成した脱でメジャーデビュー。ザフィンやイキキビートなど、当時の音楽シーンを賑わせていたバンドたちと同期という、 まさに時代の長寿しかし、彼の才能はそれだけにとどまりませんでした。脱と並行して結成したヤヒルでは、フジロックの常連となり、リキッドルームを熱狂の渦に巻き込むなど、インディーズシーンでも圧倒的な存在感を放っていました。モンジョエっていつも逆光だな。当時を振り返り、玉木がつぶやいた言葉が印象的です。確かにヤヒル時代、彼は顔が見えないほどの逆光演出の中、 特名性を重視したパフォーマンスで観客を魅了していました。そんな彼が、ヤヒルを脱退し、音楽活動から距離を置いていた時期があったことは、ファンとして少し寂しい気持ちもありました。しかし、そんな、潜伏期間を経て、モンジョエはナンバーアンダーライン愛の楽曲制作という形で、再び音楽シーンに姿を現したのです。タイタンは俺が勢いある時だけ連絡してくる。再会した時 モンジョにそう言われててドキッとしたのを覚えています確かに、ヤヒルで活躍していた時期は、どこか遠い存在に感じていたのも事実。リキッドルームで目が合った時、どけよ、とでも言いたげな態度を取られたことさえありました。被害妄想かな。しょう。しかし、それは単なる誤解だったのかもしれません。最近では、平日の昼間から一緒にミッドタウンに行ってサラダを食べたりする中に発展。 こんなに気のいい場所で、気のいいやつと飯を食って、気のいい花しか生まれないよな。あの日、モンジョエがサラダを頬張りながら言った言葉が忘れられません。そう、僕たちは再び、音楽という共通言語でつながった友人同士に戻ることができたのです。そして、その象徴ともいえるのが、ナンバーアンダーライン愛の楽曲制作。コンペシートから生まれたという、強盗は、どのようにして作られたのでしょうか。 キシ君のラップは、本当にすごいですよね。モンジョエがそう言ったように、ナンバーアンダーライン愛の音楽を語る上で、キシ君のフリーキーなラップスタイルは欠かせません。デモは全部ピコリの声だったんだけど、キシ君が歌うと、ああいう感じになっちゃうんだよね。モンジョエ曰く、それはモンジョエやピコリが意図したことではなく、キシ君自身のスタイルと、レコーディングを重ねる中で自然と生まれたものだそう。もしかしたら、 最初は、ピコリみたいに歌えないって思ってたかもしれない。でも、僕らからしたら、それ、めっちゃいいじゃんって。それぞれの個性を尊重し、音楽で対話していくことで、ナンバーアンダーライン愛の音楽は唯一無二の輝きを放っているのだと感じます。一部では、モンジョエがドスモノスに影響を受けて、タイタンみたいな歌い方させたんじゃねえのって言ってる人もいるんだけど、そう言って笑うモンジョエ。 もちろん、それは違います。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、彼ら自身が作り上げた、紛れもないオリジナルです。決まったドット MP3 から生まれた、ゴート、そして進化し続けるナンバーアンダーライン愛の音楽。逆光から飛び出した音楽家、文書への才能は、これからも僕たちを驚かせ続けてくれるに違いありません。と、今回はここまで。次回は、 モンジョエの音楽ルーツにについいててさらに深く掘り下げていきますお楽しみに彼が話していた音楽しかないと感じた瞬間は大学時代ヤヒルというバンドを結成しそのエレクトロニックなサウンドとビジュアルアートの融合は瞬く間に注目を集めましたこの時期モンジョエはすでに音楽の多様性を追求し彼自身の音楽の未来を見据えていたといえます ヤヒルの成功と脱の活動は、彼の音楽プロデューサーとしてのキャリアを押し上げ、結果としてナンバーアンダーライン愛の音楽スタイルの礎を築いたのです。ナンバーアンダーライン愛という存在の得意性。ここで疑問が生じます。ナンバーアンダーライン愛の音楽の独自性とは何なのでしょうか。モンジョエが手がけた6曲のうち、特に、INZM は、 その独特のサウンドメイクとプロダクション技術で聴くものを魅了します。彼のプロデュース手法は、ただ楽器や声を重ねるのではなく、音の空間を構築することに重きを置いています。モンジョエは音楽を立体的な芸術作品として捉え、それをリスナーの心に直接響きかせる方法を探求しているのです。彼のスタイルの背後には、音楽と映像、テクノロジーの融合があり、 それがナンバーアンダーライン愛の楽曲を他とは一線を隠すものにしています。リスナーに対して音の冒険を提供し、その世界に引き込むための音の魔術師としての役割を果たしているのです。潜伏期間とプロデューサーとしての再出発。モンジョエはヤヒルから脱退した後、数年間の潜伏期間を過ごしました。この時期、彼は表舞台から一歩退き、プロデューサーとしてのスキルを磨きました。 この選択が彼は単なるアーティストとしてのキャリアではなく、音楽そのものを深く理解し、それを構築する能力を身につけることを選びました。この期間、彼は他のアーティストの作品にも携わり、その音楽的影響力を広げていったのです。しかし、その静かな期間が終わると、彼は再び音楽の世界に姿を現しました。 ナンバーアンダーライン愛のプロジェクトに関わるようになったのです。この再出発には、モンジョエがどれだけ音楽に対して真剣であり、どれだけの情熱を持っているかが現れています。彼の音楽は、もはや個人的な表現の域を超え、聴衆と新しい形でつながるためのメディアとなっているのです。音楽の未来と新たな課題。ここで、新たな視点を提案したいと思います。 現在の音楽シーンにおける文書への役割は何なのでしょうか彼は過去の経験から何を学び、未来に向けて何を見据えているのでしょうか彼のプロデューススタイルは、他のアーティストたちにどのような影響を与える可能性があるのでしょうかさらに、音楽産業がデジタル化し、AI や新しいテクノロジーが進化する中で、彼の音楽的アプローチはどのように進化していくのでしょうか例えば、 AI を使用して音楽制作のプロセスを革新する可能性について、文書へはどう考えているのか。これらの問いは、彼の今後の活動や方向性を考える上で非常に重要です。音楽とテクノロジーの融合、文書への未来展望。現在、音楽業界は急速に変化しています。ストリーミングサービスの普及やソーシャルメディアの影響、さらには AI や VR などの新技術が登場する中、 アーティストたちは新たな挑戦に直面しています。モンジョエのようなプロデューサーが、これからの音楽シーンでどのようにしてその地位を確立し、進化し続けるかは大きな注目ポイントです。例えば、彼はすでに音楽の視覚的な側面に興味を持ち、ビジュアルアートとのコラボレーションを通じて、音楽体験を次のレベルに引き上げる方法を模索しています。将来的には、 VR 技術を使用した新しい形のライブパフォーマンスや、インタラクティブな音楽体験を提供する可能性も考えられます。これにより、リスナーは物理的な距離を超えて、音楽とより深くつながることができるのです。モンジョエの音楽に対する情熱と革新の精神は、彼がただのアーティストやプロデューサーではなく、新しい音楽の風景を描き出す創造者であることを示しています。彼の独自の視点と技術を駆使して、 未来の音楽シーンにどのような変化をもたらすのか期待が高まります。ナンバーアンダーライン愛のファンとして彼の次の一手に注目し続けましょう。音楽の未来はまさにここから始まるのです。